うん、今起きた。起きたで、ほやほや。おはよう。まーさん、結婚してありがとう。おはよう。かぎさん、ハートありがとう。よ、ジュジュさん、レインボースターありがとう。今山ケチさん、ハートありがとう。フラペチーノさん、クラッカーありがとう。クタロさん、ファイトありがとう。おはよう、ありがとうさん、ハートありがとう。スミッチさん、ハートありがとう。ジュンチューさん、かわいい、ありがとう。ルーツさん、タルトさん、ありがとう。つのさん、バラありがとう。しまさん、ココアありがとう。こうじさん、ココアありがとう。スミッツさん、だるまさんありがとう。おはよう。しまさん、だるまさんありがとう。え、嬉しい。ももちゃんさんとイート、またしたい。また初恋の鍵やりたいです。ももちゃん、森健銀河さん、だるまさんありがとう。あるある NKYK さん、結婚してありがとう。おはよう。まいちゃん、ハートありがとう。まさむねさん、ハートありがとう。ひーちゃん、だるまさんありがとう。おはよう。はるさん、ハートありがとう。ひーくん、ハートありがとう。りゅうくん、ハートありがとう。あ、今から北海道から大阪、ありがとう。明日、明日の準備、嬉しい、めっちゃ楽しみ。もう明日よね、お話し会。全然明日感ないというか、全然明日感がない。21歳になっちゃう、本当に実感湧かない。21歳、ひまたぎ配信したら実感湧くかな。まあでも、た、21歳になるから湧くか、実感。そうだよ、20歳を見納め。今日が今山ケチさん、だるまさんありがとう。ぬしさん、かわいい、ありがとう。体調も万全です。スノーさん、だるまさんありがとう。ひーくん、だるまさんありがとう。お、元気もらって、ありがとう、ハート。そうまさん、だるまさんありがとう。おはよう。明日だよ。お、通所待ってるね、嬉しい、ありがとう。コーチさん、だるまさんありがとう。さなまるまさん、ハートありがとう。おはよう。ゴンちゃん、いいね、ありがとう。ひーくん、だるまさんありがとう。あ、当日券で参加、嬉しい、待ってます。明日、嬉しい、嬉しい。誕生日当日、まさきさん、初見さん、おはよう、ありがとう。おはよう。21歳の目標、21歳の目標は、でも、もっと魅力的な大人になる21歳だから、ちょっともうちょっと魅力的な大人になりたいですね。あと、失敗を恐れず何でも挑戦と、
夢を叶える。昇格も選抜もその他の個人のお仕事もやりたい、叶えたいと思うことはいっぱい叶える一年にしたいです。ちょっと早いよね目標言うのなんか大晦日の時もこんなことあったけど、そう、おはよう。じゃあ夜ね、大晦日、あーでも大晦日じゃないわひまたぎ、ひまたぎで、しっかりちゃんとお手紙じゃなくてもいいから休みの前。でもせっかくだからお手紙書こうかな、みんなにお手紙書いて今日読もうかな。確かに生誕祭ないからね。ひまたぎ配信でひまたぎ配信でみんなにお手紙書こう。お手紙書いて手紙読もうかな。とてもありですね。おはよう。とちゃんばあさんハートありがとう。21ちゃい21ちゃい、明日から21ちゃい。ポロンさんハートありがとうね。感慨深いよね、20歳最後。本当にね、本当にそうなんですよ。ぬしさんハートありがとう。おはよう。マキュルでバラありがとう。ゆずきつさんだるまさんありがとう。ガンちゃんよしさんだるまさんありがとう。山山吉さんハートありがとう。ゆずきつさんここはありがとう。ひるやすみさんハートありがとう。でもやり残したことはもうないですね。20歳、やりきった。本当にない、やり残したこと。一つやり残したことがあるといえば、コンタクト買い忘れたことぐらいコンタクト買い忘れたんですよ、今月分のコンタクト。本当にそのぐらい、本当にね、もうやり残したことはないぐらい20歳だったから。本当綺麗でかっこよかったし、だんだん良くなってきてる。ダンス嬉しい、よかった、めっちゃ嬉しい。もっと頑張るな、ありがとう。おはよう。ヘリアスミさんハートありがとう。ポストね、お手紙夜の配信、確かにみんな見れないのが、いやでも、ファンの方にだけに届けたい言葉っていうのも意味もあるから、ひまたぎで読もうお手紙で、昨日書いたお手紙の内容はこれですっていうのをメールで送ります。また後日、見れなかった方のために。ひるやすみさんハートありがとう。
おはよう。あつしさんハートありがとう。アッキーさんハートありがとう。ひーくんパンありがとう。くんさんペンライトありがとう。としやさんバラありがとう。あ、空と温泉ジブリパーク、いやそれはやり残してるわやり残してるわ。ジブリパークと温泉、まあでも21歳に継続ということで、うん、確かにやり残してる。21歳に継続だってこれからね、叶えれる夢、叶えれるから、叶えれるからというか、叶えれる時間はこれ今後が無限なので、ソラハさんとデートの件は21歳で叶えます。どっちも本当に行きたいな。ジブリパークの温泉も、ハートありがとう。おはよう。あ、チャンネル登録しました、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。21歳声優挑戦、え、声優とかも挑戦したい。うん、演技系ね、のお仕事挑戦したいです。いや、コンタクトね、ほんと大事。もうコンタクト、そうなんよ、買えんかったのか。おはよう。ゆきさんハートありがとう。主さんハートありがとう。コーチさんパンありがとう。つばさほしいさん、つばさほしいさんバラありがとう。おはよう。朝はあまり、うーん、激早じゃないかなぐらいかな、時間的に遅めなのでね、お話し会が。ひっくんハートありがとう。7周年ツアーね、2024年も楽しいこと待ってそうで、楽しい、ワクワクします。今から、ありがとう、チャンネル登録してくれて嬉しい、嬉しいです、ありがとう。ツアーどうかな、なんかまだメンバー構成が分かんないから、出たらいいな、70年ツアーもって思いますね。おはよう。出たいな、でも瀬戸内また回りたい。21歳の目標選抜入れも、そうだね、そうですね、選抜入りしたい。おはよう。メル君結婚してありがとう。ねえ、メンバー、確かに、でもまだメンバーは発表されない気がするまだね、まだまだまだされない、いつかな、3月ぐらいとかに発表されそう。へえ、頑張る。でも本当に多分やばい、もう今日絶対夜の方がいいよね話し出しちゃう、もう21歳のことをまだまだラスト感出しとこう、ラスト感っていうかまだ20歳なのに気が早い、本当に大晦日といい、あずみん気が早くなりがちだから、ちょっとやっぱ21歳のことは今日の夜にちょっと貯めときます
おはよう。プライング本当にもうひまたぎ配信みたいなことしちゃう。21歳児になるのか。なんか合ってるけど、合ってるけど合ってないような気がするな。なんか合ってるけどね、合ってないような気がする。なんか書き方。え、ジブリの曲歌いたいの？ジブリのお仕事、夢叶えづらいけど。ジブリのお仕事めっちゃ難しいけど、うん、おはよう。よし、じゃあそろそろ壇上を読みたいと思います。13位、ゴンちゃんありがとう。12位、あるある NKYK さんありがとう。11位、翼欲しいさんありがとう。10位、マーキュルありがとう。9位、スノーさんありがとう。8位、リョウジさんありがとう。7位、ツノさんありがとう。6位、コウジさんありがとう。5位、ヌシさんありがとう。4位、シマさんありがとう。3位、ジュジュンさんありがとう。2位、ヒーくんありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルバン、ゆずきちさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。今日はじゃあ11時半からひまたぎ配信でお誕生日おめでとう配信するので、夜によかったら11時半会いに来てください。待ってます。ありがとね。今週も平日ラスト頑張ってね。いってらっしゃい、バイバーイ、バイバーイ、いってらっしゃい。じゃあねえねえあずみんどうありませんのって言ったら、ねえねえあずみんって言ってください。せーの、なーにー、ありがとうございました。バイバーイ、いってらっしゃい、バイバイ。